高機動ロケット砲システムは、長射程の阻止砲撃用として、アメリカ陸軍が開発した、総輪式自走多連装ロケット砲。ヒーマーズと呼ばれ、MLRS の小型版として、主に、アメリカ軍の緊急展開部隊である、空挺部隊と海兵隊、迅速な輸送で、集中的な運用が可能な警風標手段に、配備されている。従来から、配備されていた。 自走多連装ロケット砲の MLRS は湾岸戦争時に絶大な破壊力と長距離支援能力を示した。一方で車両重量が約25トンとその輸送には C-5 ギャラクシーや C-17 グローブマスター3など大型輸送機が必要で海外地域への迅速な部隊展開の必要性が認識される中迅速な部隊の展開ができない。 問題点も同時に報告された。そこで、緊急展開部隊にも、利用可能な面制圧可能な支援兵器として、FMTV5 トントラック6輪駆動タイプの車体に、走行キャブ FCSMLRS の発射装置などを搭載して、c 1 3 0 h e r c u r C-130J スーパーハーキュリーズでも、輸送可能な長距離火力支援兵器が開発された。 車体後部に M26 ロケット弾なら6発、MGM-140 アトクムズ、地対地ミサイルなら1発を収納し、発射筒を兼ねるグラスファイバー製の LP と呼ばれる、コンテナを一機収める、箱型の旋回発射機を搭載しており、M270MLRS で、運用可能な各種のロケット弾とミサイルを含むマムと呼ばれる、兵器群をすべて発射することができる。 死体艦ミサイルとしての運用も想定されている。MLRS と比べて軽量、小型化されたため、実装による長距離移動も可能になり、生産、整備維持費も安価になった。2010年2月14日、アフガニスタンでのアイス活動で使用されているヒーマーズが誤射してしまい、民間人12人を殺害した。 同年10月21日のニューヨークタイムズ紙の報道ではカンダハールにおけるナトー軍の構成は本システムの貢献によるものと評価されている。現在アメリカ陸軍はイラクでアイソルに対して使用している。2016年9月3日アメリカ中央軍は同国陸軍がトルコに配備された本兵器によりシリア北部にあるアイソルの戦術部隊と建築物を 攻撃し、成功したことを発表した。アメリカ合衆国シンガポール UAE カナダスペイン。ありがとうございます。